はい。お久しぶりです。トーマスです。えー、今回なんですけれども、まあ、前に僕あの、ポイ活の達人だって話したじゃないですか。 で、まあ、クレジットカードとか、電子マネーとか、コード決済とかね、僕いろんなものをね、駆使して、え、いかにポイントを稼ぐかってことをね、毎日頑張ってるんですよ。もう情報もアップデートしてね、その還元率とかもね、あのちょこちょこね、下がるんですよね。あの、解約って言うんですけどね。まあ、そういうのも調べて、なおかつ、今だったら、どこどこの、だったら買い、いあの、なんですか、特約店だからポイント還元すごいとかね、今、このキャンペーンやってるから、ここにエントリーすればですね、えー、 10%還元だとかね。まあ、いろんな情報があるから常にね、アップデートして勉強して研究してですね。もうクレジットカードはね、もう10枚以上私財布の中に入っておりまして。で、なおかつね、え、コード決済、キャッシュレス決済もですね、え、ワオンとかペイペイとかですね、え、払いとかね、え、楽天ペイとかですね、あとモバイルスイカとかですね、もう使いまくってるわけですよ。 あの、クイックペイとか ID とかもね、どれが一番得になるのかってね、もうとにかくもう0.1%でもね、還元させてやるぞぐらいの勢いでですね、もう私まさにポイカツの達人のね、節約系 YouTuber のね、トーマスミキマガなわけなんですけれど、そんなね、ポイカツ達人の私がですね、皆さんにですね、ぜひ教えてあげたいことがあるんですよ。えー、それはですね、 ポイは1%でで十分ですよなんでかっていうとあの私のようにですね毎日毎日ですねあのいかにポイントを貯めるかっていうことばっかり考えてるとですね あの、もう疲れるんですよ。もう精神的にも疲れるし、すごい時間もかかるんですよ。常にスマホでとかね、えー、タブレットとかで、えっ、ー、と、ここが一番得なんだ。解約はないのかここの店はこれを使うべきなのかとかね。いちいちね、もう全部アップデートして勉強し続けないといけないんですよね。うん。ってなると、もう本当に時間と労力がかかるし、精神的にも疲れ、疲れるんですよ。しかもポイントって、なんかその期限があるやつってあるんですよ。もう先日もね、 あの、キオポイントあの、キオって D 払いじゃんあの、D 払いじゃん,んあの、D カードで払うとね、D ポイントがね、4%還元になるんですよね。で、なおかつマツキオポイントも1%ついてくるんで、僕あの、ドラッグストアは、あの、キオって決めてるんですよ。この組み合わせが最強だから、5%還元だから。だけどさ、えー、300ポイントぐらいマツキオポイント貯まってたんだけど、 期限がね3月までだったんだだよねだから3月までにこの300円ね、使わないといけないってずっと思ってたんだけど、でまあ、この間3月末にね、松、ま、清でですね、あのいろんな食料品とか買ったんですよ。これで OK だって思ったんですけど、ただその時にね、松清、ま、ポイント使ってくださいってね、レジで言わなかったから、使わなかったんですよ。<laughs> そうしたらその300ポイントなくなっちゃったんですよ。 これほんとショックで、なのでポイ活達人やるんだったらね、その期限付きのポイントも常にね、頭の中に入れて、いつまでいつまでに使わないといけないとか、でなおかつ、あの、 レジの人もですね、やっぱりお忙しいっていうのもあるし、あの、ポイント使ってくださいって言わないと使ってくれないっていうことがよくあるんですよ。まあ中にはそのポイント使いますかって聞いてくれる人もいるんだけど、やっぱりそういうレジの店員さんね、少数派なんですよ。これもちろんレジの店員さんには全くえ罪はないんです。やっぱりポイント使わさせてもらってるね、私側からポイント使ってくださいって言わないといけないんです。で、言う勇気がなかったら、もう無人レジでポイント使ってください。あるいは、あの、EC サイト、まあ、Amazon とか、 あの楽天とかね、ヤフーショッピングとか、そういうのでね、ポイントを使ってくださいって話なんですけれど、まあ、そのポイントをね、使えなかった時のこの苦しみ、はい、そういうのを味わいたくなかったらですね、あのポイ活の達人にならない方がいいです。はい、本当に私も身をもってあなたあなたちにね、皆さんにね、お伝えします。なので、ポイ活は、 1%, 1還元できていれば、もうそれで自分を褒めてください。もうそれで納得してください。それ以上のことはね、求めない方がいいです。それ以上のことを求めるとですね、もう0.1%にこだわるとですね、私のようなポイカツ廃人になってね、えー、常に、あの、ストレスを感じて苦しい日々をね、過ごすことになるんですよ。 で、なんで1%で十分かっていうとですね、まあ、それも根拠がありまして、まあ、やっぱり皆さんね、その、なるべく財布出したくない、小銭とか使いたくない、現金使いたくないっていうのがあるから、キャッシュレス決済にしてるわけでございますよ。で、キャッシュレス決済っていえば、いろいろあるわけで、まあ、クレジットカードもあれば、まあ、電子マネーもあるし、コード決済もあるわけですよ。まあ、それでもね、まあ、ペイペイとかね、AU ーペイとか、LINE イ,イとか、まあ、いろんな 決済方法があるわけであって、まあ、それぞれの会社がですね、えー、コードあのキャッシュレス決済のシステムを作って、で、それであの商売をしてるわけなんですけれど、まあ、結局何で儲けてるかっていうと、その手数料をお,お店から取って儲けてるわけですよ、キャッシュレス決済の会社っていうのは、それがあの大きな収入源なわけであって、 まあ、結局、例えばクレジットカードで、えー、お店でね、支払いすると、まあ、僕ら消費者は、まあ、そこのお店の料金分だけ引かれるんだけど、そのお店はその手数料をそのキャッシュレス決済の会社に抜かれてるわけなんですよね、数パーセント。まあ、例えばね、クレジットカードだったらコンビニだとね、だいたい1%ぐらい取られるんですよね。コンビニはあの比較的 手数料少ないんですけれどで、飲食店とかになると5%とか取られたりとかするし、あと個人経営のお店だともっと高くなったりとかして、まあ、お店によっては10%取られたりとかするわけなんですよね。まあ、やっぱりその個人経営のお店って、そのキャッシュレス決済の会社からするとですね、回収リスクっていうのがあるわけですよ。で、むしろあの大手の企業、 コンビニさんとかの方が回収できないっていうねそういうリスクがないのでその分ね手数料が低く抑えてるっていうのがあってであとまあ電子マネー決済でもまあ1%から5%ぐらいでコード決済だとまあ大体3%ぐらいって言われてるわけですよねでその数パーセントの手数料がキャッシュレス決済のまあ大きな収入源になってるわけなんですけどとなるとですねやっぱりその さ、キャッシュレス決済の会社、クレジットカードの会社にしても、 あと、ペイペイとかのね、コード決済の会社とかにしてもですね、なるべくユーザーをたくさん取り込みたいわけですよ。たくさんの人に使ってもらえば使ってもらえるだけ手数料が入るし、で、お店側にもなるべく自分のところのね、キャッシュレス決済を使ってほしいっていうのがあるわけですよ。まあ、とにかくユーザーを取り込みたいと。で、ユーザーを取り込むにはどうしたらいいかっていうと、まあ、そこでポイント還元率なわけですよ。 なので、例えばね、ペイペイとかだったら、最初にペイペイをねをみんなに使ってもらうためにですね、めちゃくちゃ高い還元率とか出してね、うわー、イペイ得だー絶対ペイペイがいいよーって言ってね、ペイペイユーザーめちゃくちゃ増えたでしょ。僕らの前でもね、やっぱり一番使ってるのはペイペイなんじゃないかなーって思うんですけど、でもね、ペイペイユーザーがね、わーっと増えたら、もういいよーって感じでね、 率これをね業界では「改悪」って言うんですけれどでもやっぱり一旦 PayPay ペイペイ使うようになればさのアプリもスマホに入れるしもう慣れてるわけじゃないですか PayPay ペイペイでお願いします PayPay ペイペイってさあの PayPay ペイペイがですねあの中毒になっちゃうわけですよ依存しちゃうわけなんで で、周りの人もみんな PayPay ペイペイ使ってるから、それで PayPay ペイペイ同士で送金したりとかさ、あの、割り勘したりとか、そういうシステムがあるわけなので、一回スマホに入れて使い始めちゃうとみんなやめないわけだよ。そう、そこはね、あの、キャッシュレス決済の会社のずるいところで、まあ、つい先日もですね、あの、私がメインで使っていた D 払い ?D 払いなんですけど、もうひどい解約をね、発表したんですよ。まあ、そもそもね、ちょっと前にも解約があったんですよ。 D 払いは僕あの D カードっていう年会費無料のクレジットカードをまず入れてでそれでその D 払いチャージして使うとう今までは1.5%還元がえっとねき基本だったんですけどもうそれがちょっと前に1%になったんですよねでもそれでもその D 払いで払えばですねその僕あの ドコモユーザーなんですよ。もう20年以上使ってるドコモヘビーユーザーなので、えー、で、それでドコモの携帯の、ね、契約でギガホプランっていうのをしてると、してるんですよ。そうすると、あの、月5回以上を D 払い使うとですね、えー、ギガホプランの人は0.5%上乗せしてくれるんですよ。ってなると、それプラス、 あの0.2%ぐらい上乗せしてくれるんで、なので D 払いは今までずっとですね、1.7%還元だったんですよ。うん。だけど、今度ね、その、ひどいことにですね、そのギガホプランでプラス0.5%上乗せっていうのが、6月9日で終了になっちゃうんですよ。そうしたら僕の D 払いメインで使っているのが1.7%還元だったのに、まあ1.2%とか1%になっちゃうわけですよね。 もうそれがショックで、もうそこなんですよね、その解約のひどいっていうところは。で、常にそういうところにもね、神経使わないといけないわけで、そうなんですよ。だから結局そのキャッシュレス決済の会社っていうのは、手数料を取って、えー、儲けてるんだけれど、ユーザーを増やすためにポイント還元っていうのをやってるわけですよ。だから例えば、えー 手数料3%取っててで3%ポイント還元してますっていうとプラスマイナスゼロになっちゃってなおかつそれ以外にも経費いろいろかかるわけなんで赤字なんですよなのでキャッシュレス決済の会社は最初はもう赤字覚悟でポイント還元率をガーッと上げてある程度ユーザーが増えてきてもういいかってなると一気に下げてくるんですよねそこがずるいんで常に私たちあのポイント あの信者はですね、それに、解約に振り回されちゃって、その情報をですね、常に、あ今度はここがいい、今度はここがいい、今度は新しくここ、ポイント還元率高いから、とかね、えー、振り回されるの、本当に神経使うんですよね。っていう感じなんですよ。だから最近は、その、ポイント還元率以外にも、その、クーポンっていうのも、これもまたですね、あの、客寄せには最高のアイテムなんで、 クーポンで選んでるっていう人が多くて。で、クーポンもまためんどくさいんですよ。ここは吉野家が安くなるとか、ここはマックが安くなるとかですね。行くお店ごとにね、ローソンのパンが安いから今度はこのクーポン使おうとかね、調べないといけないんですよ。それぞれのね、キャッシュレス決済のね、えー、アプリでね、あの、クーポンっていうところを開いてね、お、今度ここは安いとかね。もうそれもね、ほんとくたくたになるんですよね。しかも、あの、あ、 これクーポンあったじゃんって使えばよかったってなるとすごいストレスなんですよね。はい。なのでね、ポイ活達人良くないんで、だからね、もう1%で十分だと。結局ね、最初は3%とかね、2.5%とか高い還元率で集客してもね、結局は1%になるんですよ。はい。で、まあ、基本ね、還元率ってね、もう0.5%が、あの、基本だと思うんですよ。あの、 クレジットカードでもさ、大手の銀行が出す、三菱 UFJ とか、あと三井住友ナンバーレスとかも、基本は0.5%なんで、1%取れればですね、もう十分だと思ってください。なので僕が使ってる1%の還元のね、クレジットカードっていっぱいあるんですよ。D カードもそうだし、楽天カードもそうだし、アマゾンプライムマスターカードもそうだし、うん。 あとは僕使ってないんだけど JCBW とかすごいカードなんですよね。ただ JCBW カードってさ、これ39歳以下でしか使えないからあの契約できないんですよ。だからこれ契約できなくてすごい悲しかったんですけどなのでもう1%で自分をね褒めてくださいっていう話ですよ。しかもさ、キャンペーンとかあってもさ いちいち調べてエントリーしないといけないでしょでエントリーするとさ、いらないなんかメールとかポンポン送られてきたりするわけでも、あれもね、結構鬱陶しいですし、しかもキャッシュレス決済ってさ、お店ごとに使えたり使えなかったりとかするのが、あれもまたね、調べるのがいちいち大変なんですよ。特に D 払い使えないお店っていっぱいあるじゃないですか。最近 PayPay はだいぶ使えるようになったんだけど、それでもコード決済自体をさ、まだ取り入れてないところもあるし、 だけど、クレジットカードは大抵どこでも使えるんですよ。カードを出せばね。うん、まあその、ラーメン屋さんとかはね、使えないお店いまだにあるんですけれど、まあ、大抵の店はクレジットカード使えるから、やっぱりね、もうクレジットカードが最強だと思います。で、まあ、財布からクレジットカードを出すのめんどくさかったら、クレジットカードを iPhone のウォレットに入れて、あの、あれですよ、クイックペイとか、ID でね、 えー、払えばいいんだけど、まあ、そのクイックペイとか ID のこの機械すらレジに置いてないミスとかもあるんだけど、まあ、その場合はもうカード、財布から出して払えばいいわけだし、あとね、一番思うのはね、その、例えば女の子とお食事に行く場合、これから女の子口説こうと思ってね、一緒に食事行ったりデートしたりとか、あと、付き合い始めの女の子とね、彼女とデートしたりとか、そういう時に、あの、 決済ごとにね、いちいちポイントポイント言うのもかっこ悪いでしょ。例えば、松木を行ってさ、ちょっとなんか買おうかなって時にさ、彼女と一緒に行ってさ、あ、すいません、あの、松木をポイントやります。あの、松木をポイントは全部使ってください。あと、あの、D ポイント、はい、これでお願いします。あと、あの、D カードで払いますので、これでお願いしますって言って、ポイントポイントポイント言わないと、フルでポイントを得られないんですよ。はい。しかも、使ってくださいとかも言わないといけないし、 そういうところですよね。あの、女の子に見られるとですね、場合によってはなんですけど、場合によってはうわ、この人ケチくさそうって、こんな人と付き合うとなんか今後もなんかケチくさいこと言われそうって思われちゃうと思うんですよね。やっぱり、これ賛否両論ありますよ。その割り勘でいいとかね、別に男がデート代払うべきじゃないとか色々あるんだけど、 <laughs> まあ大学生同士とか高校生同士のカップルとかだったら全然ポイントポイントでいいと思うんだけど、まあ、例えばその港区女子とかちょっと何ですか高飛車っていうんですかよくわかんないんですけれど何ですか意識高い系なんかおごってもらって当然みたいな、まあ、そういう女性なんかをどうしても落としたい時なんかはポイントポイント言わないでもう素直にクレジットカード1枚出してお願いしますでね あの、これでもう1%還元できて、自分を褒めてくれればいいと思うんですよね。<laughs> ということでございますよ。で、私は現在ね、どういうポイ活をしているかっていうと、まあ、メインでずっと使ってたね、D 払いはね、これはもう格下げですよ。解約ですから。ただ、松木を行くときは、あの、D カードを使いますんで、はい、5%還元ね、これだけは絶対外せないのと、 あの、d 払いってね、あの、僕、ドコモユーザーなんでね、もうお誕生日月はですね、ポイント還元率がう,うわっと上がるんですよね。はい。もう20年以上使ってるんで、あの、この、僕2月1日生まれなんで、2月に d 払い使うとですね、あの10、10%ぐらい d ポイント入ってくるんで、もう2月だけはもう d 払い使いますんでね。はい。 あとはまあドコモユーザーなんで携帯料金の支払いでそれの1000円につき10ポイント D ポイント入るんでまあ数十ポイント入るんでそれも使わないといけないんでそのためにね D 払いは使っていこうと思いますはいなので今後の私のメインのキャッシュレス決済は楽天ペイですはい僕はあの楽天 楽天銀行にお金ちょっと入れてて、で楽天証券、えー、マネーブリッジしてですね、えーえー、積立ニー s a をやってますんで、今だったら毎月、えー、3万3,333円ですね、えー、楽天キャッシュから払ってるわけでございますよ。なのでそのその積立ニー s a に払った分も楽天ポイントが入ってるわけですよね。 で、なおかつその楽天ポイントを積み立 NISA の方に毎月持ってくっていうこともできるんで、まあ、あの、使いパグれがない、あの、あの期限が切れて使えないっていうことがないんですよね。積み立 NISA を必ず毎月払ってるわけなんで、で、楽天カードで,ですね、そのオートチャージにして、まあ普通にお店で使って1.5%還元なんですよ。はい。なので今後はですね、 もう楽天ペイをメインにして、で、なおかつですね、あのー、楽天市場で買い物するときはですね、スーパーポイントアップね、あの、私4倍でございますんでね、はい、スーパーポイントアップっていうのは、あの、楽天市場でお買い物をするときにですね、あのー、楽天ポイントのポイント還元がですね、えー、楽天、 の経済ののものをいいろろ使っっててるるとです、ね、その還元率が上が上くるんですよね私、今、4倍、4%なんですけど、それを内訳はですね、まあ、楽天会員で1倍、楽天カードで1倍、楽天カード特典分が1倍、楽天銀行プラス、楽天カードくっつけて0.5倍、あと楽天市場アプリを使って0.5倍でね、トータルね、4%還元なんですよね。で 本当はね、これで楽天モバイル使ったりとか、あと楽天トラベルで旅行行ったりとかすると、もっと上がるんですけど、さすがにもう私はね、楽天経済圏、これが限界ですね。はい、なので、あのー、それもあってですね、はい、今後はもう楽天ペイをメインにしていきます。もう見事にね、楽天のね、三木谷社長のですね、もうね、 術中にはまってるもう手のひらで転がされてるような感じなんですけど、私も楽天パンダもね、あの楽天カードマンも大好きなんでね、えー、こんな感じで楽天ペイをメインにしようかなって思うんですけど、ただね、EC サイトはね、僕メインは Amazon なんで、Amazon プライムマスターカードも使ってるんですよ。Amazon プライム会員なんですよ。年会費4900円で、Amazon プライムビデオが見れたりとか、あと、アマゾンのね、あの配送が早くなったりとか、あと、何ですか、送料が無料になったりとか、そういう特典もあるんで、プライム会員入ってて、なおかつ、アマゾンプライムマスターカード入ってるとですね、それで、 アマゾンをの買い物をそれで使うと2%還元 Amazon ポイントまあ a z o n ポイントしかつかないんですけどでその Amazon プライムマスターカードも普通にあのー、外で、ね、お買い物使っても1%、まあ、これも Amazon ポイントしかつかないんですけど結構ね a z o n プライムマスターカードもね還元率高いんで Amazon プライム会員の人なんかこれおすすめだなってね思っておりますねあとはねあの イオンですよ、イオン。はい。私はね、スーパーといえばね、イオンかマックスバリューなんですよ。はい。もう見事にね、イオン経済圏に取り込まれておりますんで、あの、私、あの、イオンセレクトっていうですね、カード、あの、入ってるんですよ。これも年会費無料なんですけど、イオン銀行にちょっとお金預けて、で、オートチャージで、その、ワンオンにして、で、それでお買い物をするとですね、あの、基本、その、 1> 1. 還元ですよね、はい、和音使ってオートチャージあのプラス0.5%ででなおかつですねそのお客様感謝デーっていうのがですねあの20日と30日5%オフこれもねやっぱりイオンカード、まあ、和音でお買い物するにはねこれは欠かせないのと あと、毎月ね、5日と15日と25日はポイント2倍ですし、あと10日はありがとうでって言ってですね、ポイント5倍ですし、まあ、それ以外にもですね、えー、イオンはですね、あのー、会員に入ってるとですね、ポイントがたくさんもらいたいとか、あとポイントがたくさんもらえる商品とかもですね、ポツポツあるんですよね。なんか、ボーナスポイントとかね。なのでね、私、あのー、イオンカードなんですよ。はい。ワオン,ンなんですよ。 ン、うん、が、もう、好きで好きで、たまんなくて。なのでね、ここでもまた疲れるんですよ。うん。だって、あの、10日か20日か30日か5日か15日か25日に狙っていかないと、すごい損した気分になるんだけど、でも、そんなスーパーって行きたい時に行くもんじゃないですか。だから、あの、スーパー行きたくても、 今日は何の日でもないから行かない、行っちゃいけないとかね。え、あ、この日は、えー、お客様感謝でだから絶対行くぞとかですね。日にちが限定されるのが辛いんですよね。だから私のようなね、ポイ活俳人にはならなくてね。やっぱりね、あの1、1%還元でね、自分を褒めてくださいっていうことで。あとは僕やってるのはね、今ね、あの、三菱 UFJ カードがですね、これキャンペーンやっててですね、 ローソンかセブンイレブンとか、あとピザハット、えー、松屋だとですね、なんと10%還元なんですよこれもね、エントリーしないといけないんですけどね。はい。なのでね、あの、僕あの、ミッドランドスクエアで働いてるんですけど、そこのローソンがあるんで、ローソンによく行くんで、もうローソン行くときはね、もう必ずね、えー、三菱 UFJ カードをその iPhone のね、ウォレットに入れてクイックペイで払って、なおかつその Amazon アマゾンじゃないやアップルペイでね、あの、払って、あれ、D ポイントもつけるっていうのを必ずやってるんですよね。はい。そうなんですよ。まあ、このね、10%還元もね、多分ね、三菱 UFJ 銀行は、三井住友銀行のね、あの、ナンバーレスのカードに対抗するためにやってると思うんですよね。確かあっちは5%だったと思うんですよ。コンビニとか、マックとかもそうだったかな。 はい。あとはね、あの、モバイル Suica もね、欠かせないですよね。やっぱり便利なんですよね。あの、電車乗るときとか、新幹線乗るときなんかも、あれですよ。エクスプレス予約と紐付けてね。携帯一つで乗れますんでね、もうクイックじゃない。モバイル Suica はね、欠かせないですね。あとね、PayPay ペイペイも一応やってるんですよね。PayPay ペイペイ使ってる人が多いから、なんですか、送金したりとか割り勘したりとか便利なんで、はい。 という感じでやっておりますんでね。まあ僕の話聞くだけでさ、なんかこいつめんどくさいやつだなって思うでしょもう僕も喋っててね、もう疲れるんですよ。でも調べても疲れるし、神経使うし、まさにポイ活廃人なので、結局私はポイ活廃人なのでね、あの私のような人間になりたくなかったら、もう、 クレジットカードで、の楽天カードでもね、D カードでもね、あの、アマゾンプライムマスターカードでも、JCBW でも、あるいは別に、三井住友ナンバーレスでもいいと思うんですよ。あれもコンビニとか Mac とか得になるからね。もう自分の気に入ったクレジットカードね、もう1枚か2枚でいいんで、それメインで使ってね、もうそれで1%還元できたら、喜んでください。はい。もうその方がね、 絶対得ですから。変なことにね、時間と労力と神経つかなくていいからね。はい。ということが、えー、お伝えしたかったわけでございます。トーマスミキマガでございました。ということで、ではまた。